ここ数試合、ファームで先発投手としていい投球を見せていたネオ投手に対して立浪監督が先日昇格の可能性について言及していました8月2日はバンテリンで行われる2軍戦ということでかなり重要な場面で先発登板ということになりましたここで良ければ昇格という可能性ですねではネオ投手の8月2日の投球結果そしてそれに対しての首脳陣のコメントなどを見ていきましょうまずは立浪監督の開幕前のネオ投手への評価について見ていきたいと思います シーズン前に先発転向となったネオ投手なんですけれどもその理由について辰波監督はこのように語っていました後ろの投手はたくさんいます去年はまず投手を経験させることが一番の目的で 実際は敗戦処理が多かったんですが、彼の能力から考えると、もっと大きく育ってもらいたいんですというコメントになっています。まあ、確かに、ネオ投手について立浪監督は、投げる能力というのは野手よりも高いと思っていたし、しっかりと1軍でいきなりストライクを取れると、ここが素晴らしいというふうにも評価していました。ただ、ネオ投手の立ち位置については、王の柳から始まって、自分がチームの中で先発の何番目にいるかは分かっているはずなんです。現時点ではもちろん厳しい その順番が上がるように、まずはファームでローテーションに入って、投げて力をつけることですというコメントになっています。開幕の前の時点では、焦らなくてもいいということをネオ投手に対しては何回も言っておりまして、すぐに戦力として期待されるというような選手ではなく、長い目で見て育成するというような方針で育てていくという流れですね。田浪監督は本当に1年目ぐらいの気持ちでやっていいと、投手転向したばかりなんだし、まあ、そんなすぐにうまくいくことないだろうと、そんな話になっていました。 では今シーズンのネオ投手の2軍での投球について振り返っていきたいと思います。今シーズンのネオ投手の2軍での成績です。ファーム開幕からしばらくはリリーフピッチャーとして投板を重ねました。先発先行直後ということでまずはリリーフでというところですね。一時的にはイップスのような状態にもなってしまって請球力が本当にばらついてしまってなおかつストレートも140キロ前後と、まあ、こういった時期があったんですけれども麻生コーチとか山井コーチのサポートもあって1ヶ月ほど 登板間隔を空けてその時期にしっかりと調整をしてそこから復活したというような過去もありますリリーフとしてトータルで十分な成績を残しましたそういった投球が評価されて先発投手として登板するようになりロングリリーフとかも挟んでここ数試合はかなりの好投を見せてくれていました7月6日に立浪監督が2軍であと数回投げてよければ当然上でも投げさせますと、まあ、これだけの評価をしていたんですね 過去にリリーフで良かった時には、2軍の首脳陣からすると、1軍ですぐに使えるピッチャーというと、リリーフではネオ投手。だけれども、ネオは今後も先発で起用するためにということで調整を続けさせていたということがありました。そんな中で7月6日には昇格の可能性があると。そして7月14日には6回2失点。7月26日には7回2失点と。 8月2日も登板したんですけれども、この8月2日に素晴らしい投球をすれば、まあ、ほぼ間違いなく一軍昇格だったんじゃないかというような感じでした、ファンの方々からも、ネオ投手の一軍昇格への期待というのがかなり高まっていました、そんな中、ネオ投手の8月2日、バンテリンでの2軍制の登板結果、見ていきましょう、8月2日、ネオ投手、バンテリンドームで先発ということで、バンテリンドームのマウンドで投げる、なおかつ、首脳陣もおそらく見ていたと思いますから、かなり実践的に評価もされるようなマウンドでした。 根尾投手は5回と3分の1を投げて6失点、ヒ被ンダー1本、四死球が4つ、脱三振7つという投球成績になりました6回途中、ワンナウト満塁で根尾投手はマウンドを降りましたそして後続の橋本投手が押し出しのフォアボールタイムリー、デッドボール、デッドボールで全部のランナーを返してしまって失点としては6ということになりました。 まあネオ投手の話になっていたんですけれども橋本投手もこの投球見ると2者連続のデッドボールとソフトバンクホークスとの一軍戦を思わせるような感じでかなり心配な投球っていうのが続いていますネオ投手に関しては無駄なフォアボールも含めてやや荒れていて球数もトータルで199 0というふうにかなり多かったですね6回途中ではスタミナギミレかなっていうような感じも見られて球位も落ちていたのでまだまだ課題が露呈していたなというような印象ですね 全体的に請求は、まあ、ある程度はまとまってきたんですけれどもやっぱり細かな請求力とかっていうところには課題があってどうしても球数が多くなってしまったりだとか甘い球を打たれてしまったりだとかそういったところが見られます根尾投手は失投を打たれてしまっています甘いボールを1球で仕留められてしまっている自分の球をもっと投げられるように練習しますというふうにコメントしていますでは首脳陣の方々がこの試合の後ネ根尾投手の一軍昇格の可能性についても言及していてこちらを見ていきます 片岡二軍監督は試合の後ネ根尾投手の投球についてこのように語っています。バンテリンドームということもあって力んで球が上ずっていた、最近は球自体も良くなっている、先発としてまとまりも出てきたというふうに評価しています。一軍昇格に関しては中地や松葉がいて空きがない状況、今の状態を維持していけば昇格のチャンスもあるというふうに語っていたということが中日スポーツ団の方から報道されています。 球威を中心に投球に安定感が少し出てきたっていうのは間違いないですよね、やっぱりストレートの強さっていうのが出てきましたし、あとはフォアボールはまあそれなりに出ているんですけれども、ものすごくばらつくっていう印象が過去と比べるとまかなり良くなってきたかなというふうに思います。 ただ、2軍での投球を見るとやっぱり中地投手であったり松葉投手の方が安定感はありますしネオ投手よりも優先されて起用されるというのは仕方がないのかなと、なのでネオ投手は上田投手であったり鈴木投手と同等か、それよりも信頼が低いというようなのが現状としての先発投手としての評価になっていると思います。なので変化球の精度であったり、やっぱり細かな制球力であったり、投手としてのスキルっていうのをもう1ランク、2ランク上げていくっていうことがすごく重要になってくると思います。 ネオ投手はやっぱり投手転向した直後ということもありまして、まあ、まだまだ安定感であったりピッチャーとしてのスキルテクニックっていうところが足りないかなっていう印象はちょっと受ける部分がありますでは続いてメヒア投手が緊急降板でネオ投手が昇格の可能性が出てきたとこちらについても見ていきましょう8月2日の試合1軍戦で先発登板したメヒア投手が緊急降板となってしまいました 肘や肩ではなく、もしかしたら豆なんじゃないかというような情報もありましたけれども、ローテの軸となりつつある投手で、枠井投手が二軍に調整に行ったりだとか、また高橋宏投手がちょっと不調だったりだとか、大野投手が離脱していたり、まあ、こういったところでもうメヒア投手は軸となりつつある存在ですから、本当に心配な状況になっていますね。松葉投手はすでに昇格していて、中地投手は3日に先発となっておりまして、候補の一人としてやっぱり根尾投手の名前が上がってきているという状況でございます。 8月2日の2軍戦バンテリンの試合で好投をしていればほぼ間違いなく根尾投手かメヒア投手の代役となったと思います、まあ、ただ6回途中の6失点ということで、まあ、そこまでいい投球ができなかったのでやっぱり1軍に送り出すのはちょっと不安もあるかなっていう印象はありますね これまで1軍でリリーフ登板していて防御率3点だった上田投手が2軍で先発調整ということで降格しているんですけれども、まあ、先日先発で2軍で登板して5回4失点と上田投手がまあ一番期待されるピッチャーではあるんですけれどもなかなかいい投球とはなりませんでした。 そして鈴木宏投手も1軍昇格あるんじゃないかというところで離脱してしまいまして8月2日はリリーフピッチャーとして登板しています。なので、まあ、先発調整というところがまだ十分にできていないのでどちらかというと寝落としの方が可能性があるかなと。あとは梅津投手は かなり先発としていい投球を見せてくれていたんですけれども、故障となってしまいまして、本当に先発、頭数がいない状態なんですね。森山投手も、ファームで開幕から先発でいい投球を見せてくれていたんですけれども、しばらく投球がないということですね。こうなってくると、根尾投手の昇格の可能性っていうのが、消去法みたいな感じにはなってしまいますけれども、あるんじゃないかということで、根尾投手の1軍での投球、期待したいと思います。以上です。